り出しながら、はい、ね、ダッシュの会ありましたし、全国から集まった28チームの頂点に立つのは一体どのチームなんでしょうかね。ではどうぞ。
さあ、ここまで来ましたら岡本選手にインタビューをしたいと思います。今の気持ち教えてください。最高です。84名によるお祭りマンボ、どんな気持ちで叩かれてたんですか？最高です。もしも50万何に使いましょう？自分の最高です。人狼屋は28チームいて全部が違って全部が真剣で面白い。復活の人狼コンクール一言、やっぱ最高。最後に1番目の月島宣伝者から最後の東谷みっちゃんまで全部もう一回紹介します。Thank you.
雨が降ってくると、そんな会場移動のドタバタがあったり、何より大変だったのがトイレ問題。お客様と一緒に大行列でね、やっと並んで入れて用を足したら髪が切れている。もう服に抜かれず、便利に出られず、でも出すものが出てくるって、ああ、これが止まらない。すみません、賞金、もっと金額を上げてほしい。なんですか、明日ない。これ昔はね、20万円でした。でもこのトーナメントにやって一気に100万円です。ほら、新聞屋の目の色が変わって大変。多かったりには手段を選ばず、おうちだけで竜を出したり、最後に御腰を乗せたり、やりたい放題の練習が出てきた。一緒に入りました。どうも、すみませんでした。いろいろありますけども、皆様のご尽力に支えております、ね、本当ありがたいことでございます。さあ、それでは、でも今年は安心なんですね。実は賞金半分の50万ですから、はい、やる気も半分で、バカなこと言うかい。朝丸さんということで決定いたしました。おめでとうございます。